皆さん、こんばんは。今日は2024年3月29日金曜日です。今日のテーマは、習近平がアメリカの経営者たちと会談して投資を呼びかけていました。しかし、多くの経営者は参加せずに前日に会談ですよ。3月2日、 27日、習近平は人民大会等で中国発展フォーラムに参加したアメリカの企業の代表、CEO さんと会談しました。情報では20社の CEO と会談しました。会談の時間は約90分間でした。実はですね、これは会談ではないんですよ。習近平が演説して終わったんですよ。通この時間もいるので、 90分間ですね、会談するとは言えません。今回の会談とは、チャブ保険の私 o さん、グリーンバーグさんが提案したというふうに言われています。しかし、人民日報の報道は簡単です。習近平はアメリカの金融の代表、学術代表たちと会談しました。しかし、新幹社の報道はちょっと違うんです。習近平は スリランカの総理と会談しました。これはですね、スリランカの総理は別に話題ありませんので、習近平と挨拶して、すぐに中国の西安にいたんですよ。平和を見に行ったんですね。そこで、あ、いいね、中国の歴史すごいですね、とか言います。つまりですね、中国のことを褒めるしかなかったんです。しかしですね、いつもですと、習近平のこの内容ですね、中国のメディアが全部統一されます。 今回は違います。原因はですね、外資系のことを中国政府としてとても重視するわけではありませんと。これはですね、中国の国民、あるいは愛国者に見せるんですよ。会談の内容ですね、習近平は中国とアメリカの関係について話をして、それから中国の経済についても話をしました。内容はですね、中米の関係は 世界において最も大事です。両国は付き合うのか対抗するのか、両国の国民の生活に関わるし、人類の運命にも関わるんです。お互いは相手のことを友人だと思えば平和ですし。利益優先でしたら、両国の関係が良くなっていくんです。この数年間、両国の関係が良くないんです。以前のように、 なることはなくても未来は明るいです。去年私はバイデンさんと会談して、両国の関係を安定にして良くしましょうと合意しました。この数ヶ月間、両国の主要官僚の会いがですね、再開しました。まとめると、習近平はアメリカとの関係を実に良くしようとするんですよ。あるいは回復したいですね。 しかし、バイデンさんは安定が大事であって、中国との関係、良くしようとはしません。つまり、あくまで現状維持、衝突を避けたいんです。つまり、両国の関係は現状維持が大事であって、よくしようと、バイデンさんは思っては言いません。でも、習近平もこれが分かっていますので、両国の関係というのは、以前のように戻ることはないんです。 ただし、これからですね、良くなっていきましょうというふうに期待はしています。実はですね、中近平が行動と口先ですね、全然違うんですよ。ウイグル地域にある砂漠があってですね、米軍の空母の模型を作ったんですよ。人民解放軍がですね。サイズはアメリカの空母と全く同じです。形も一緒です。そしてレールでの移動も可能です。 この模型を使って射撃訓練しているんですよ。また、内モンゴルでですね、こういう建物があるんですよ。ここはですね、台湾の大統領官邸ですね。こちらが本物です。台湾にある大統領官邸ですね。これが中国の内モンゴルにあるものですね。実はですね、全く同じです。サイズは同じです。そこで軍事演習するんですよ。中国軍ですね、そこに向けて進行訓練。 おや、っています。つまり、習近平ですね、戦争の準備を着々としています。でもですね、口先では、アメリカとの関係が大事ですよ。とても重要ですよ。台湾の人民と大陸の人民、同じ民族ですよと毎日言います。でもですね、村では戦おうと準備していますが。それから、習近平は、中国の経済について話をしました。 中国の経済はとても健康的、継続的に成長していくんです。去年、中国の経済成長は世界でも注目されました。世界の経済成長を貢献度は30%でした。どうでしょうかと私は思いますが、中国の経済成長ですね。この数字は、うん、全部嘘ですね。これは中国人民の努力ができたことですし、国際社会の 協力も必要です中国について崩壊論があります。昔にもあったし、でも崩壊していません。今後もありません。我々は中国地域現代化を推進しています。高い質の発展をするんですよ。人民の生活は改善されて、世界の発展にも貢献しています。中国の未来は明るいし、 我々にはその基礎があるし自信もあるんです。中国はこれからも改革開放する。これは止まりません。現在、外国の企業に良い環境を提供する。良いサービス、良い政策を作っています。中国の発展はチャンスですよ。そのチャンスをですね、みんなに提供します。という話があるんですよね。しかしですね、どうでしょうか。中国の経済成長ですね、中国の国民が やったわけではありません。中国の統計局ですね。それから国際基金会、IMF、そして世界銀行ですね。たくさん貢献しました。中国政府が発表した数字ですね。みんな宣伝した、宣伝するんですよ。みんな信じるんですよ。これがですね、貢献なんですよ。中国の国民ですら信じませんので。習近平の話をですね、聞いてとても強くて、本当に自信があるんですよ。 中国ではですね、経済が悪化していて、失業者も多いし、六国にですね、月収は宣言です。これは確かに2022年ですね。外資系の移転もそうですが、たくさんの問題があるんですよ。でも習近平の顔ですね、見て全く見えません。本来ですね、習近平は外資系企業の c o と会談して、 これからも中国での投資をしてほしいですとお願いをします。工場もですね、もっと作ってほしいですよ。あるいは移転ですね、しないでほしいですと要求します。お願いします。でもですね、習近平の態度というのはとても強かったです。また、アメリカとの関係についても自信があります。しかし、習近平は中国の経済についてとてもいいですよと言います。 問題ないですよとばかりは言います。ただし、施策についてどうやってですね、コロナ後、我々は何をやってですね、経済を良くしたでしょうか。これについての説明もないんですよ。つまり自慢がないです。つまりですね、ただのホラー服なんですよ。ホラーだけ吹いてですね、実は何もないんです、中身。まだ、みんなにチャンスを与えますよと言います。中国は世界一ですから、 経済もですね、これからも成長しますよね。なので、あなたにもですね、チャンスを与えます。投資してくれという意味です。おかしいですよね。本来であればですね、姿勢を低くして、こっちからですね、相手にお願いをしていくんですよ。お願いしますと言います。でも習近平は全くの逆です。本来ですね、外資系統の会談というのは、中国の首相がやります。主人公ですね。 中国発展フォーラムとは、中国の公開にある中国発展研究所が開催したイベントなんですよ。本来であればですね、人民大会が終わって、中国の首相が大会後ですね、記者会見で大会で我々が討論した内容を少し公開します。また、今後の経済策について説明をします。それから、 中国発展フォーラムを開催して外資系企業の代表を招待します。つまりパーティーですね、開催するんですよ。食事会もするし、飲み会とも言えるし、開催してみんな食べて飲んで外国のメディア、記者もですね、招待するんですよ。つまり中国政府ですね、特に首相ですが、みんなに笑顔を出して、今後ですね、中国での投資を続けてほしいです。もっと投資してくださいね。 それから外国のメディアにですね、中国の良さを宣伝してほしいですとお願いをするんですよ。それから中国の首相というのは経済を担当しますので、経済をですね、良くするのが任務です。つまりですね、その任務とは外資系を誘致するんですよ。とても簡単ですよね。地方政府も地方政府もですね、自分の地域の経済を良くしたいのであればですね、外資系を 誘致することしかやっていません。あるいは外資系ですね。誘致すれば、経済は絶対に発展するんですよ。実は簡単なんです。外資系を誘致するには、外資系の仕 o さんとの関係も大事ですね。つまり、仲良くなればいいんですよ。つまり、人民代表大会にしても、中国の発展フォーラムにしても、首相がとても大事です。主役ですね。主人公です。 しかし今年は全部変わりました。人民代表大会ですね、開催する前ですが、李強首相の記者会見はありませんと発表されて、まだ今後もありませんと発表されました。これはですね、何かが起こっているでしょうかというふうに思ってしまうんですよ。当時ですね、国際社会でも話題となっていたんです。2020年、李克強首相ですね、大会が終わって、 国際メディアの前ではっきり言いました。中国には6億人ですね。人口。月収は1000元ですよ。約2万2000、3円ですね。こういう話です。話をしましたが。6億人ですよ。6億人ですね。この発言があってですね、実は習近平はものすごい怒っていました。そしてですね、李克強首相は亡くなりました。それでも,でもですね、習近平はその怒りですね、まだあるんですよ。 自分の部下である李強首相の記者会見をなくしました。原因はですね、2020年、習近平は言いました。中国には貧困世帯、もう存在しませんよ。やや、とりの社会、我々は続けてきたんですよ、と、堂々と発表しました。実はですね、全然違うんですよ。李克強首相の発言が正しいんですよ。しかし、今回も同じです。中国発展フォーラムですね、 李首相がまた消えました。その代わりに習近平が出てきて会談しようとなったんです。中国発展フォーラムとは2000年から開催しました。もう24年ですね。続いたんですよ。当時は主要貴、それから温家宝首相ですね。みんな主役でした。笑顔で外資系をと会談します。お願いしますと言います。 意見も聞いて、それから、改革しますよ。改善しますよ。と言います。約束をするんですよ。これで、みんなに信用されて、よし、いいですよ。と。我々は中国で投資しますよ。中国への進出つもやりますよ。となったんですよ。それから、会議が終わって、大手企業の代表と会談して、飲んで食べて楽しむんですよ。それで、関係ですね。良くなります。しかし、今回ですね。 中国のこの発展フォーラムが終わって、次の日ですね、習近平が会談しようとなったんです。また、学術の代表も入れましたが、つまりですね、習近平はいつもと違うよと見せています。本はですね、当日なんですよ。最終日ですね、開催するんですよ。でも今回は、次の日、次の日ですね、やるんです。実はですね、これもおかしい話ですが、中国の首相と会談したいですね、でも習近平が出てきました。 これでたくさんの会社でですね書いたんですよ例えばですねアップル社のクックさんですね習近平との会談はせずにもう事前に書いたんですこれでわかるでしょうかと思います現在ですね国際社会から見て李強首相というのは形だけですよねというふうに言えますそして習近平はものすごい強いですよね総書記兼首相ですねというふうに言えます ハーバード・ケネディ・スクールっていうものがあって、初めての委員長先生ですね。アリソン先生が元アメリカ政策担当国防次官なんですが、トキティデスの罠についてこういう理論ですね、作ったんですよ。つまり、派遣国家に挑戦する新興国家が現れると戦争になる可能性が高いですよ、という理論ですね、作ったんですよ、先生が。 今回ですね、ハーバード・ケネディスクールの代表も中国の外務省の要請を受けて、王義と会談しました。王義ですね、お願いをしました。学術界の期待ですね、したいです。世界が変わったわけですから、中国はアメリカの代わりになるとか、挑戦するとは思っていませんし、トキティテスの罠でですね、超える学術を作った方がいいですよ、というふうに王義が提案しました。 つまりですね、中国の政府ですね、実は警戒しています。我々はアメリカにとって敵ですと認定されたら自分は大変ですね。でもですね、分かっていても以上のことをするんですよ。例えばですね、さっきも言いましたが、ウイグル地域で米軍の空母の模型を作るんですよ。おかしいですね。そして、ウォールストリートジャーナルのほどですが、現在この世界で第2位の経済、大国である中国ですね、 ここまで言います。外資系を誘致して、経済低迷を改善したいです。そして、ドイツ側も報道があります。これはですね、習近平の主張でした。フォーラム終わって、習近平は外資系の CO さんと会談しました。投資してほしいと要求しました。求めました。また今年、会談では、ボアアジアフォーラムも開催します。本当に意味あるでしょうか 誰も習近平の前で意見を言えません。外国の会社はですね、経営者は皆期待したいのは中国の首相との会話なんです。外資系ですね、現在皆気になっているのは、例えばですね、中国の経済の問題なんですよね。例えば中国の不動産市場の問題についてどうするのか。中国政府、あるいは地方政府、あるいは国営企業の債務の問題について どうなのでしょうか中国の政府についてどういうふうに対応するでしょうかすごいですね、気になっているというふうに思います。しかし、習近平は何も問題ありませんと自信満々ですごいですね、自慢ばかりしました。また、大事なのはですね、中国のスパイ法ですね、あるいは情報保護法ですね、そういったクズのような法律ですね、たくさんあるんですよ。みんなですね、気になっていると思います。つまり、外資系を 誘致したいですね。その政策ですね、改善、あるいは法律の修正しなければいけません。みんなですね、やはりそういう話したいんですよ。しかしですね、習近平はこれについて何も説明していません。実はですね、これは簡単です。すべての法律ですね、作ったのは習近平なんですよ。例えば、スパイ探ししましょうとか、外資系の事務所に入って他市で検査したのも習近平です。外資系のことを 困らせることも習近平がやりましたし。しかしですね、習近平にすれば、現在ですね、誘致しよう、投資してくださ,さいと要求します。これについて、全然違うんですよね。つまり、習近平にも説明はできません。しかし、今までと作った、せたこと全然違うことですが、現在ですね、顔変わって、外資系に投資してくださいと、中国での発展してくださいと言います。 全然違うんですよ。これで習近平にすればですね、やはり説明できません。とういうのが今の現状ではあります。つまり、中国政府を期待して、これから経済を良くするとか、あるいは国民の生活の改善できますよねとか、あるいは外資系の誘致ですね、についても中国政府ですね、すごい優遇の対策ですね、それでしょうかという話ですね、あんまり期待しな,いしない方がいいと思うんですよ。習近平ですね、 彼は一番上です。習近平ですね。外国人のことを敵として見てるんですよ。もう敵ですね。としか見ていません。資産家のこと大嫌いなんですよ。習近平ですね。これが習近平の本音なんです。だって、社会主義ですからですね。社会主義とは、資産家とは関係ですね。やはり敵同士なんですね。この状態で習近平は外資系融資したいですと。いくら言っても、誰も、 聞かないというふうに思います。ただ写真撮って終わってしまうというふうな形であるというふうに思いますが、また中央の社会について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。